レビ演技編広島弁講座の時間がやってまいりました。広島県尾道出身の俳優が教える俳優のための広島弁講座ということでございます。本日ご紹介する広島弁はこちら、ドゥドゥン、サバルですね。サバル、こちらは言葉がまるっきり変わるんで難しいかもしれませんが、ヒントはでございます。考えてみてください。シンキングタイムスタート。はい、ということで標準語はこちら、ドゥドゥン、捕まるでございますね。捕まる、捕まるという標準語が、広島弁になるとサバルになりますね。グッとね、捕まってなさいっていうのをサバっときなさい、ようサバっときなさいって形ですね。はい、でサバルでですね、思い出される、まあ、僕のエピソードがですね、今はですね道路交通法がしっかりされてますから、自転車の二人乗りはですねブブーでございますが、私44歳で、まあ、当時小学校低学年ぐらいですかね、お姉ちゃんが運転する自転車にですね、まだ2人乗りが緩かった頃、当時もダメはダメなのかね、当時は2人乗り OK なのかね、ちょっと定かじゃないですけどまあとにかく僕がちっちゃい頃ですか、お姉ちゃんが運転して僕が後ろに乗って自転車で2人で移動してる時に、お姉ちゃんの後ろのねこの洋服をですね、お姉ちゃんがね、よう触っときよって、しっかり捕まってなさいよって意味合いでね、よう触っときよってうーんってこう触っとったわけですよ、しっかりね。でお姉ちゃんがね勢い出そうと思ってこう立ちこぎに変わったわけだ。グーンって立ちこぎに変わったら、ここ触っとる洋服がバーンって離れてですねそのまま後ろにグーン頭から落ちたというですね記憶がございます。で言われたことがですね、大丈夫とかじゃなくてですね、じゃけよさばっとき言うたのにでしたね頭からちょっと血が垂れておりました。ということで、サバルが捕まるでございます。もしねこれ使えることがあったら、脚本家の方、演出の方、俳優の方々ですね、使ってみてくださいということで、ハマテレビチャンネル登録グッドマークよろしくね。またね。ハマテレビチャンネル登録よろしくね。